生後2ヶ月を迎えた上野動物園のジャイアントパンダの最新映像が公開されました。こちらが今日公開された赤ちゃんパンダの映像です。3日前の身体検査であくびをしていた赤ちゃんパンダ、誕生から2ヶ月で体重は 3010.4g、 体長 43.9cm と順調に成長しています。身体検査の後檻に戻るとお母さんのシンシンが加えて引き寄せる様子や、赤ちゃんパンダが後ろ足で踏ん張って方向転換したり寝返りを打ったりする様子も記録されていました。先週木曜日まで行われた名前の募集にはインターネット経由だけで25万件近い応募があったということです。シンシンやリーリーのような同じ音の繰り返しの名前にならない可能性もあるということで、生後100日前後の来月下旬に発表される予定です。